のやつ。50回記念大会ラリーは最後のメインイベントグランバーリー本バーリーを残すのみとなりました。国田ラーファ熊井3つの地域のグランバーリー本バーリーでの競争となります。昨年は4年ぶりコロナ禍を明けて4年ぶりの開催となり見事熊井が優勝。今回50回記念大会熊井は2連覇がかかっております。それを阻止するか国田ラーファ。この後のグランバーリーそして本バーリーぜひご注目ください。
域に伝わる伝統のアーリー歌を歌いながらコースを巡ります。勇壮な貝さばきアーリー歌にご注目ください。話すけど来ないでよ、話すけど来ないでよ。こだわってる。青の衣装を身にまといましたのは、ナーファの皆さん、大きな拍手です。
靖国座の皆さんで拍手でお迎えください。新型コロナウイルスの影響で2020年から3年間中止を余儀なくされてきました。で、昨年復活して今回が50回目の記念すべき時となります。昨年の本番には泊まりが僅差で勝利しましたが、今年はどこの地域が優勝するのか、この後の本番もぜひ楽しみにお待ちください。
ハリウタン、ただいま特殊米が戻ってまいりました。